味のスピードと切れ味とパワーっていうのが持ち味だと思うんですけど、そこを落とさないためにも疲れてる時でも力抜き差しっていうのを忘れないようにするっていうことをアドバイスいたしました。清水選手は前よりも切れ味も上がってきているので、それを落とさないようにしながら、ここの部分、芯である部分を軸を意識できているんですけど、その意識を体の中から力強さを出すっていうことで、もう少し太くっていうか持って力強く持って、そういうところを意識して練習するようにということをアドバイスしました。2月から合同練習をさせてもらってるんですけれども、佐久本先生指導のもと、オリンピックに出る喜友名選手と、清水選手と2人で、練習してるので、非常に刺激のある練習になっています。またチームとして、しっかりと2つ金メダルを取るために練習してますし、また清水喜友名の担当として、清水選手を金メダル取らせるというのが役目だと思ってますので、彼女の良さというのを最大限引き出して、不安なく、オリンピックの舞台に立たせたいと思います。今回は一人ずつ演舞させていただいたんですけども、前回までは二人同時に喜友名先輩と演舞したりすることもあったりして、やっぱりこう男性だからこそ この爆発力だとか力強さという圧っていうのを感じるので、それに負けないぐらい自分がもう振り絞らないとすごい負けるので、それを沖縄ではできるっていうことは、やっぱり喜友名先輩だからこそ自分もそういうふうにもっとできているので、ありがたいなっていうふうに、ただそういう気持ちでいます。技術動向もそうなんですけども、あとはどれだけ本番で出せるかっていう練習をしっかりやっていかないといけないので、もうしっかり出してその中で悪い癖を自分で想定練習をしながら、本番でいいパフォーマンスができるようにしっかり作っていきたいなと思います。7月までにはしっかり仕上げて、調整をして万全の状態で8月に挑めたらなという感じですね。目標はもちろん10点満点で優勝することです。本当にたくさんの沖縄県民の方が応援してくれて、自分の知らないところでも応援してくれてる方たくさんいますし、いろんな方に頑張ってねっていう声もかけていただけるので、そういう皆さんの気持ちを力にして、オリンピックの舞台では自分が持っている力をそのまま発揮するだけなので、ずっと佐久間先生だったり仲間と稽古してきてるところをしてきてることを全て出して、オリンピックの舞台で優勝して、県民、子どもたちにも大きい夢や目標、そういうのを与えることができたらいいなと思います。今やってることをしっかりこなして、本番で今まで通りのものをやれれば結果に、結びつくかなと思ってます。清水喜友名も含めて先月よりはかなり気持ちの上でも引き締まってきてるのかなと、肩こっちで見てて、思いました。いい結果につながると思ってます。それから喜友名は私は喜友名の方の担当ですけども、予定通り仕上がってますのでね、特に変わったことをああしようとかこうしようとか、そういうことは全く考えてなくて、計画通りことを運んでいますのでね、この通りでいい結果に結びつくだろうと思ってます。怪我さえしなければね、いけると思います。見ての通り、喜友名はやっぱり、フィジカルを中心にする方が結構強いのかなと思います。
細かさっていうのは最後の最後まで気が抜けませんので、そこをしっかり出してより空手の本質に触れる出せるそういうようなものをやっていければいいなと思います。まあ本人の意識も高まってるので、そこはできると思いますね。